これはもう座長上木さんから行きましょうか。うそうですよね。車掌さんになりたいです。電車。電車好きなので、あの電車関係に関わっていたいです。まあ、ちっちゃい頃からたまに取材とかでよくこので俳優という職業以外だったら自分は何をやってたと思いますか。 っていう質問があったりするんですけど、まあ例えばそうですね、鉄道会社に勤めて、なんか次の新型の車両のデザイン考えてみたりだとか、頭まあ電車関係に関わっていたかったので、もうさっき考えたら、まあ車掌さんかなって思いましたね。あのアナウンスとかもじゃあやってみたいですね。やってみたいめちゃくちゃ。 でもあれ歌っ,ちゃ歌ったりとかしちゃだめなんですもんね、ちゃんとねめちゃくちゃ怒られますもんね。ねちょっとそこを我慢して気をつけて <laughs> あの仕事をきしっかりやる社長さんでいたいいたと思います、はいはい、即答でございましたが、ね、杉崎さんはいかかがですか私はあの節目のタイミングとかあの大切なこう人のお祝いとかに買いに行くお花屋さんがあってそこの店員さんがすごく素敵で。 その方についていきたいなって思いますねお花屋さんがいいんですねお花ですはい。こう皆さんにこうお祝いとか手渡せるようなそんな職業がいいってことですねそうですねなるほどご自分の名前 <laughs> <あ>関連してるからっていうのもある、ね、あ<ー> <laughs> いや、あそれはたまたまなんですけどでも作ってみたいです作って手渡してみたいですね普段から結構されるんですかこうアレンジメントみたいなことああ特にしないんですけど、はい、でも

いいやや、合わせる合わせるじゃあじゃあじゃあ真ん中縛ってるからもしかしたら在来線の方がいいかもしれない在来線にもいてくれんの在来線にいるつもりでだから後ろ後ろでこうやってこうやってやってるからそれをみんなで取りに行くからみんなで取りに行く皆さんもね今「撮り鉄」っつったらね自分もって思った人いっぱいいると思うん。だからみんなで行くじゃあ車掌さんで後ろでこうやってやってうんお願いします一回戻っていいですか職業なんですか撮り鉄

なんか鉄道関係で何かないですか。<laughs> 鉄鉄あ、じゃ、あお弁当おります <laughs>。いいですね。いいですね。<や>お弁当。お弁当、お弁当おります。はい。<laughs> ありがとうございまたい。とうございますみません。<laughs> メンバーが徐々に揃ってきたね。はい。あの、鉄道関係じゃなくても、宮崎さん大丈夫なんですが。宮崎さんですか。はい、明日、別の職業になるとしたら。ええ。あの、本当鉄道関係で、申し訳ないんですけど。あの、文房具が好きで、子供の頃から、なので。なんか、こう、今。 アナログなことがどんどん減っていってる部分もある気がするのでなんかこの文房具をデザインして作る人になりたいですなんかはがきとかあのレターセットとかをこう作ってなんかこう手書きの良さをあの普及したいいなと思います、はい、そ,れそれが鉄道とどう関係る <laughs> それ売るんですよ、はい、それを売ります でそのペン作ったペンとかを僕は使って新幹線のなかデザインのペンとか作りますはいそうします、はい、どんどん繋がって来ましたね、はい、あ,ありがとうございますいいですね小手さんはすごい考えてらっしゃる顔をされてるんですが <laughs> そうですねあのー、私まあいろんなコールセンターでアルバイトをしてるしてたんですけども NRE トレインショッピングという 電車のグッズを通販で買えるコールセンターに勤めてたことがあったのでそこの偉い人になりますじゃんつながりましたねコールセンターでもねあ葵ちゃんの文房具そう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 売れます売れますそのパン粉に載せてもらえるわ孝一さんの弁当もあんですね あ完璧なりたいかっていうとちょっとどうかとあまだでも僕アルバイトやってたからその時のねあの偉い人になってまたアルバイトに俺たちの気持ちいいあの頃は当たったぞみたいなねっでつかこの話どんどんつながりますが高田さんは明日別の職業になるとしたらこれつながりきっちゃいけないんですかあもうお任せしますそこは、ええ、実は僕はあのー 妻にも言ってなかったんですけどもしもう一回職業を選ぶことができるんであればあのリニアモーターカーの運転手さんになりたいなっていうのは <laughs> 日頃から、ええ、あもう一回や,やり直すことができればなってちょいちょい考えてましたねリニアモーターカー限定なんですね、ええ、いいじゃないですかリニアモーターカーまさかこういう場面でね あのー、皆さんにお伝えできるとは思えなかったんで <laughs> でも今ちょっと止められてるんだよねリニアモタカ工,工事が今ちょっと止められてるんですね静岡,、えー、静岡で、はいえー、なんとかあそこを、ねそね、あの静岡の,あのど,こど,こどこかの知事さんに理解していただいてで通してもらいたいですね。かなりかなり早くなるんんでですもんね, <laughs>、えー、ねできたら なるほど、答えづらいかと思います、はい、桜田さんが<や>本当に今、いっぱいあったんですよそのちょっとあれですけど本当は僕ねあの、ポケモンマスターとか海賊王とかいっぱいなりたい夢はあるんですけどでも実際の職種となるとうん僕、そうですね、タクシーの運転手でもやる。<laughs> 乗り物。 あの、運転嫌いじゃないので運転します神木さんの運転手やりますじゃ僕車掌さんなのに運転手好きなんですそう,そうあの大変じゃないすごい始発,始発と終電までさ勤めてるんだからさすがになんかいちゃんと近くの駅のと止まるところはあったりしない、うん、いや,いや駅までちゃんと送りますあ駅まで送ってくれるんだすごいタクシーの運転手やります 交通系でまとまりましたけれどもね、はい、杉崎さんの花もそこで売ってもらえたらね。そう,ねそうですよね。はい、あ、うちで売りますよ。あ、ありがとうございます。<laughs> お願いします。ありがとうございます。